おはようございます。週末のプロ野球ニュースのお時間でございます。本日はこんなテーマでお話をしていきたいと思いますので、ぜひとも最後まで見ていただけますと幸いでございます。概要欄にタイムスタンプをしておりますので、見たいトピックございましたら飛んでいただけますと幸いでございます。では参ります。まずはロッテ佐々木朗希のポスティングを拒否でございます。こんな記事が出てました。将来的なメジャー移籍を公言している佐々木朗希に関する興味深い情報が舞い込んだ。今オフのポスティングに関してロッテが拒否したと米メディア The Athletic のジムボーデー氏が伝えた。レアの怪物がメジャーへ移籍願望を強く抱いているのは周知の事実だ。昨オフは労災、日本プロ野球選手会を脱退、翌年更新も行うなど異例の行動を見せて世間を驚かせた。ステップアップのためには例年以上の結果が求められた。今季はキャリア初となる2桁の10勝マーク、防御率2.35、ウィップ 1.04、奪三振率 10.46 と上々の成績を残した一方で故障も3件。シーズンを通してローテーションを守りきれなかったのも事実だ。無論本人はおろか、ボーデン氏が拒否したと報じるロッテも現段階で明確な方針を明らかにしていない。しかしポスティングとなればコンフの移籍市場における超目玉と目される日本人右腕の動静に関する気になる情報は他の米メディアでも小さくないトピックとなっているとのことでございます。これに対してネット上、ロッテからしたら損しかないのにポスティングなんかするわけないんだな、1年間ローテ守ってもないのに、いい加減にしろよ、佐々木朗希のメジャー関連の報道本人何も言ってないのに多すぎだろ、本当に行く時までいらないってとのことでございます。ここで取り上げといて何なんですけど、前提として別に確定事項ではないです。本人もロッテも代理人も何も言ってない、甲府まだ何の動きもないという中なんで、まあ、あくまでいわゆるデスクが喋ったというやつですね。想像で作られた記事って感じです。なんで今回取り上げるつもりなかったんですけど、結構ねプロ野球ニュースの中でもこれでネット上が賛否に溢れちゃってるというところから、まあ、あえて触れてね、これは嘘ですよと、特に情報出てませんよ、更新されてませんよというのをねオープンにした方がいいかなというので話題にしました。で、現時点では何の情報も出てないよ、確定じゃないよというところを踏まえた上で考えてみると、ロッテが許すかっていうのはまあ微妙なとこっすね。まず前提としてポスティングシステム、25歳未満だともろもろ込みで7億ちょいですからね、入るの。ファイターズはこういうの気にしない球団なんで大谷くん出しましたけど、普通に考えれば自球団取ってプラスにならないので、その選手がいい選手ならいい選手ほどいらないよなっていう感じではあります。ただ朗希は今年23歳かなんで、最低だと2年必要というところで、日本の野球人生ね、まだまだ必要な形になってしまいます。まあどうすかね、メジャー行きたいと複数年言っている選手をずっと置いておくということが、まあ心象が後々のドラフト1位だけど気に入らない球団だったらメジャー行っちゃいますよみたいな逸材に逃げられてしまう可能性ってのは出てきてしまうちゃしまいますけど、まあでもそういうマイナスを考えた上でもね、朗希を出してプラスを得るっていうのはね、日本のドラフト制度上もないかな。なんでファイターズ的にはあと2年間あの怪物と相対するという想像はしておいた方が良いかもしれません。ただ一方でね、朗希側からすると選手会だったりとかね、結構不穏な動きというか、なんでかなってのもあるんで、まあ、契約が年を越してしまいそうな感じは最低限あるかなと思います。朗希が粘ってロッテが折れるみたいなケースもね、なきにしもあらずなので、まだ分かんないなと思ってます。で、朗希自身がメジャーで通用するかというところは、まあ、通用するとは思うんですよ、投げる球は一級品なんで。ただ故障っすよね、問題はね、それが全てだと思います。ワー的に他のピッチャーよりも日本ではずっといい成績残してるよと、貢献度高いよというのは前提とした上で、日本で1年回る、ローテ入る、完投増やして170、80投げる経験っていうのは知っておいた方がいいのかなって思うところはありますかね。次のニュース、野村勇輝勝負の7年目へ鍛錬の秋。日本ハム野村勇輝内野手が1日来季の目標にキャリアハイ更新を掲げた。本拠地エスコで始まった秋季キャンプ初日から打撃練習で快音を連発。6年目の今季は出場56試合で打率2割1分と低迷し、日本塁打9打点は1軍デビューを果たした2年目以降で自己ワーストの成績となった。勝負の7年目、何かを見つけたいと鍛錬の秋を過ごすと誓った。球場中の視線が野村に集まった。決意のにじんだ打球が次々とレフトスタンドに消える。秋季キャンプ初日のフリー打撃で3連発を含む柵越え9本43スイング、期待の大きさを示すようにファンから拍手が沸き起こった。来季見据えるのはキャリアハイのみ、本当に悔しい1年だった、ホームラン来年は長打を増やす、具体的な数字は言わないでおきますと熱がこもった。
ったとのことですね。これに対してネット上、野村くんいつまで一人で残ってるの、言い方悪いけど率残そうとして中途半端なバッティングになるのは見たくないので少し豪快でいくくらいでいいということですね。今年めちゃくちゃ悔しい思いをした野村選手、2軍でねボコスカと打ちまくっても、まあライバルが1軍でずっと結果残してるんで致し方ないとはいえ、なかなか席が空かず、まあ本人がね1軍で結果残せなかったというのもあって、なかなか終盤1軍の打席がね回ってこなかったという状況でした。野村選手まだまだね若くて経験が豊富な上でね可能性もたくさんあるという選手なんですけれども、ファイターズは新陳代謝もものすごくいいので、そんなチームにおいてはね来年が大切な1年、重要な意味を持つ1年になりそうな気がしています。で現時点の野村選手の長打を狙うというコンセプト自体はね私賛成です。目先の結果とらわれて、まあ当てに行って率を稼いでフルシーズン2割8分10本 OPS.1650 みたいな成績だと、どうしてもね実績今年の分込みで水谷くんとか郡司くんとかといったところが優先されると思うので、まあ、やっぱりバッティングで圧倒的な結果残して清宮くんみたいに強引にポジションを掴んでいく、そんな姿が見たいなと思います。で来季の布陣、よっぽど不調とか怪我がなければ清宮選手、レイエス選手、ここは固定だと思うので、まあ、ライバルはレフトファーストなんでね、水谷選手、郡司選手、アリエル選手となると思います。まあ、野村選手本来の実力を発揮すれば清宮選手みたいに2軍成績を1軍成績に持ってくることができれば十分ねポジションを奪うチャンスはあるかなというふうに思います。さらに野村選手に強力な味方ができたというニュースもございます。それがこちら、バッティングオタク横尾コーチを補強というニュースですね。コーチ関連ファイターズ立山さんが抜けて暗雲立ち込めという中だったんですけれども、まあその問題とは別で横尾さん獲得はでかいニュースです。日本ハムの来季2軍コーチとして加入した江口投手コーチ、横尾打撃コーチ、的場バッテリーコーチが1日エスコンフィールドで会見に臨んだ。横尾コーチは16年から21年2月まで日本ハムでプレー、フルスでの指導に選手と一緒に成長していい指導ができるように頑張りたい、現役時代監督と選手の間柄だった栗山 CBO は直接声をかけさせてもらった、コンちゃんとか横尾が聞いたりするバッティング技術オタク、若くて特に吸収力ある人たちがこれから必要、思った通りいろんなことをやってくれるじゃないかと期待したとのことです。ネット上、おにぎりコーチがスリムになってるとのことでございました。いやこのね横尾さんですね、ファイターズでドラフト指名されて池田選手とトレードになった選手で楽天でね最後引退した方なんですけれども、まあ現役時代はねバッティングいいものを持っていながらなかなかチャンスでガチッと機会をつかむことができず、ものすごく活躍したという方じゃないんですけれども、コーチとしては優秀そうな雰囲気がプンプンしています。同心のね有料記事を見ましたけれども、ファイターズがさらに強くなるキーマン、こちらになってくれその雰囲気があります。横尾選手曰く、横尾さん曰くコミュニケーション取りながら調子を伸ばしてあげたいとおっしゃってます。あの大谷選手の師匠である近藤選手ね、バッティング面はあの人すごいという近藤選手が聞きに行くくらいバッティング理論には信頼感があるというところで、楽天でも指導力に定評があったということです。横尾さんが抜けることを結構嘆いてらっしゃいました。そんな横尾コーチが秋季キャンプで付きっきりになっているのが野村勇輝というところで、これはねもう来年覚醒を期待しても良いのではないでしょうか。横尾コーチと共にねバッティングの肩を固めて来年1軍でドカッとブレイクしてほしいなぁなんて思っています。まあ野村選手ならできるし、その最後のピースに横尾さんがなってほしいなぁなんて思う次第でございます。お次、ヤクルト観戦チケット転売者への対応とのことです。今ねチケットの不正取引転売、ここが問題になってますけれども、そんな問題に対してヤクルトが1日悪質なチケット転売があったことを明かしましたというニュースがございます。公式ホームページでは観戦チケットの不正転売者への対応についてと題して掲載、今シーズン神宮球場で開催された公式戦において観戦チケットがチケット売買サイトで不正に大量に転売されている事象を確認したと発表しました。まあこれはねみんな知ったんですけど、経緯としてはチケット購入者へのヒアリング並びに売買サイトへの情報開示請求を行ったところ、悪質な転売が明らかとなったため当社顧問弁護士と協議の上、該当者に対してスワローズクルー会員資格取り消し、チケット販売拒否、神宮球場への入場拒否処分の通知、関連機関への情報提供を行いましたと対応を明らかにしています。すごいですね。さらに弊社の方針といたしまして、営利目的に転売が確認されたものに関しましては1件1枚であっても厳正な対応及び関連機関への情報提供をさせていただきます。急遽ご都合が悪かった方は公式リセールサービスをご活用ください、皆様のご協力をお願いいたしますと協力を求めましたとのことです。ネット上の声、マジで青木さんの引退試合の日やばかったからな、なんなら NPB が先陣切ってやろうやということでございます。もうねチケット転売です、チケット転売本当にひどいっすよ。ファイターズでもありましたね、ファブランク5の人がね CS のチケットとか買い占めまして、で10倍以上の値段つけてね
ケットサイトで売ると、もう本当に害悪です。害悪ですね。サービスを作る人、売る人、買う人、みんなで頑張って適切な仕様を作ってるんですよ。中抜きとかせずにさ、当たり前だけどね、適切な料金を抜いて適切な金額で市場に並ぶようにしてんの。それを全員の努力で作ってるんですよ。それをね、自分の利益のために乱す、ルールの穴をつく、なんならルール違反してるけどバレないならいいでしょ、犯罪にはならないでしょ。そうやって誰の助けにもならない稼ぎ方をして邪魔ですね。もう早く取り締まってほしいっす。それが全てなんで、こういうヤクルトの姿勢っていうのは全球団でやってほしいなと思いますね。まあ、チケット売買サイトに問い合わせね、これが効くならなおいいですよね。本当素晴らしい対応だと思います。もう皆さんも本当ね、まあ1枚とか2枚とか急遽売らなきゃいけないんだみたいな、何らかの理由で公式リセール使うのも時間かかっちゃうしとか、まあ言う時だったらね、まあ原価取引で仕方ないのかなというところも思いますけども、何十枚も購入して高値つけてみたいな行為はね、ダメですよ。マジで人間としてその時点で終わっちゃいますからね。人として、一回人として終わると自分も含めてね、誰も信じてくれなくなっちゃう。はい、最後のニュース、大谷翔平の NPB フジテレビ取材を拒否ということですね。10月31日にメジャーリーグワールドシリーズを制したロサンゼルスドジャースの選手やスタッフがグラウンドで歓喜する中で、顔見知りの記者が、それともメディア対応をセッティングする球団関係者なのか、その人物 B が声をかけた A はもちろん大谷翔平。癖がある記事だな。そんな主役インタビューのためにカメラ横で待ち構えていた同じくドジャース吉野部には取材ができていた本木大輔氏。そんな先輩が視界に入ったにもかかわらず、不快感をあらわにした表情で一別し、手で振り払う仕草を見せては厳しさを返したように見せた大谷。ワールドシリーズ全試合生中継したフジテレビの直接スタジオでは、応援サポーターの中居正広がしきりに大谷翔平のインタビューはできているのかなとこぼしていたように不安的中、ついぞ大谷のインタビューに取り付けないまま生放送を終えたのだった。実はこの時テレビ画面には映っていなかったものの、現地取材に当たっていたクルーは 4,5 人ほどで、一時は近づいてきた大谷に向かってピンク色のニットを着た元騎士がこっちこっちと大きく手を挙げて懸命にアピールしていた。にもかかわらず答えなかった拒否反応を見る限り、また NHK インタビューを務めた元北海道日本ファイターズ時代のチームメイト田中健介氏には笑顔で応じていたあたり、大谷のフジテレビに対する怒りは収まっていないのに見えると。でさらに、ワールドシリーズが開幕した10月26日同じ日程で福岡ソフトバンクホークス対横浜 DeNA ベイスターズによるプロ野球日本シリーズも開幕。初戦を TBS が生中継したのだが、その裏番組としてワールドシリーズダイジェスト版を再放送したフジテレビ、これが NPB の怒りを買い、同局の日本シリーズ取材パスが剥奪されたことを毎日新聞が報じる。しかしそんな処分に意にも介さないのが今のフジテレビかとのことでございます。まあ、まずね、大谷さんさすがっすっていう感じのニュースでございます。まあ、これまでの時代ね、マスコミュニケーションっていうのは特にテレビジョンですね、めっちゃ力を持っててさ、もう全部がメディアの独壇場というか、事実じゃないことも事実にできちゃう力ってのがあったんですよね。で、隠したいことは隠して誰かのせいにして、そのくせ冤罪みたいな報道をしてしまっても責任を追及されたくないから、なかったことにするというか、事実すら報道しないと。メディアの中でもね、テレビはひどいですよ。それがね、 SNS も普及して、まあ、YouTube で個人がメディアを一人一人が持つという時代になってね、テレビだけじゃなくなったという中で、まあ、多種多様な情報がね、良くも悪くも入ってきちゃうんですけれども、しまいには大谷翔平という世界的スーパースターが現れたことで、日本だけのコンテンツじゃない、海外メディアも含むいろんなメディアがね、大谷を取り扱うという状況になりました。そんな変化に気づけなかったのか、昔ながらの自分たちの利益優先という形の報道やり方を取ってしまっていて、ドローン飛ばして大谷の家を映してみたりとか、まあ元木大輔氏は自分のインスタに大谷の車乗せてみたりとか、いろいろありまして、大谷も NPB も激怒という形になってしまいました。まあ、NPB の件はね、いろいろお互いにあると思うんですけど、まあとにかくテレビというメディアが痛い目見たりとか、まあそれ自体のコンプライアンスがね、国民から問われるという時代になりまして、本当に良かったなというふうに思います。少なくともね、同じ情報にみんなが踊らされて、1億人全員がね、同じ意見を持つというか、同じ方向を向いてるみたいな、向かされてるみたいな、そういう時代じゃないんで、これがいい契機になればいいなっていうふうに思います。とにかく大谷翔平選手、本当に世界一おめでとうございます。そして日本のメディアの皆さん、大谷言ってないで、もっと本質を伝えた方がいいと思います。野球だけに限らずね、そんな感じで話してまいりました。皆さんの気になるニュースございましたら、ぜひコメント欄にお願いします。今後もプロ野球に関するニュースだったりとか、ファイターズに関することを話してまいりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた。